動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク。今回は、小倉競馬場で日曜日に行われます。第41回、小倉2歳ステークスを展望していきたいと思います。今週の解説は、研究ニュース、販路調教担当の中西トラックマンです。よろしくお願いします。お願いします。司会はいつもの青木でお届けいたします。ではね、本編入る前に恒例の選手の振り返りなんですけれども、まあ、選手はね、札幌の金ランドカップを広瀬トラックマンと私で展望いたしました。広瀬トラックマンね、本命マイネルアルケミー。ちょっと一瞬ね、直線見せ場あったんですけれどもね、一伸び書いて6着ということになりました。私はね、メイケール本命言っていたんですけれども、気象の激しさをまた出してしまって、結局何着ね、7着になりましたね。これ中西さんもメイケールが本命だったということで。そうです、本命だったんですね。もう、この条件がもう走れなかったらもう後がないだろうっていうようなね、滞在競馬で、まあ、調教もね、落ち着いて折り合ってできてたのに、まあ実戦行って変なスイッチが入っちゃうという、まあちょっと難しくなりましたね。ねえ、なんかちょっと気象がちょっと変わってないのかなという感じはね、ありましたよね。だからちょっと記事ではね、これスプリンターズステークスなんか池添騎手でね、行くという話も出ていましたけれども、スプリンターね、かなり流れがね、速くなるんでね、そこで、まあ、果たして折り合えるのかどうかという感じなんですけれども、まあ、ちょっと本当に穴のね、一頭にはなってくるかもしれませんね。続いてね、注目はしたいと思います。ということで、本編の小倉2歳ステークスになります。ではね、中根さんの、印をもちょっと順番に上から教えてもらえますか。はい、本命はスリーパーダ。対抗に湘南マッハ。3番手、ナムラクレア。4番手、ソリッドグロー、あとインプロバイザーとデュガーを収集しました。はい、私もねこれ印打ったところは同じになりますね。本命が3番の湘南マッハで、対抗が2番のソリッドグロー、黒三角が5番のデュガーで、まあ、以下ね4番インプロバイザー、7番のスリーパーダでね、最後に9番のナムラクレアといたしました。ではまずね、中西さん本命のスリーパーダからちょっと見解をいただけますか。そうですね。400キロない、まあ小柄な馬なんですけどね、はい、このね、ボケと言いますかね、この兄弟、すごく走るんですよ。そうですね。たまたま小さく出たんですけど、足元が結構弱いので、この血統自体がね、はいはい、ボケが。なので、小さく出た方がいい方に出たんじゃないかなと思うのと、まだまだね、奥行きのあるレースぶりだったですよね。コーナー外へ逃げたりして少し若さを見せてたけど、終わってみれば余力で解消と。まだまだこう、時計も詰められるでしょうし、奥行きを感じるレースぶりだったんですよね。それプラスポテンシャルが、まあ、多分この馬がナンバーワンだろうと思うので、この馬を褒めしました。追い切りとかどう思いますか？俺ね、木曜追いだったんですけど、ね。そうそう、これなんかジョッキーを乗せたいがための木曜追いやというふうにちょっとちらっと聞いたんですけど、はい、結局まあ、福永騎手が木曜日も一応検査対象で乗れなくて、うん、岩田未来騎手が乗ってやったんですけど、はい、まあ、前回よりね、手綱引いた時にこう頭を上げる仕草がうんとマシになって、ってましたよね。前回の時はかなりこう頭を何度も何度も上下に振ってたんですけど、今回それがマシになってましたし、それが実戦であまり影響してなかったのでね、変わりなく来てるというか、すごくそれ以上にこう馬体がね、こう丸みを帯びて、400キロない馬なのに、あ、えらい丸々としてるなっていうのがまあ印象だったんで、その点でこう体調面の上積みあるかなとは考えてます。はい、私もね、三角は打ちましたね。まあ、そしてやっぱりちょっとね、外膨れる面はありましたけれどもね、まあ、全般にはこうセンスのいいタイプと思います。まあ、本当に、ね、動きも良かったと思いますので、まあね、十分怖い1頭かなと見ています。で、中西さんの対抗が湘南マッハということ、はい、すごいスピードありますよね、はい、スタートしてからスピードの乗りも速いし、レースぶりを見てたらスピードの持続力なんかも感じられるしね、まあ、あっさり逃げ切ってもおかしくないかなとは思うんですよね。2歳戦のステークスなんで、ちょっと絡まれるんじゃないかなっていう気はしてるんで ね、はい、目標にされるというか、はい、なのでまあ一応ひとまず対抗に置いといてみたいな予想のスタンスでしたね、うん、この馬一応花ということになるんですかね。まあ行くんちゃうかな。ソリッドグローもね、行けたら行けたいんでしょうけど、それよりも早いような気はしますね。なんか剣のこうポンと出る、ダッシュ力はなんかこっちの方がね、早い印象をね、新馬戦見ておきましたよね。私はね、一応こちらを本命といたしました。もうね、追い切りね、本当に素晴らしい動きだったと思いますね。あと、馬場やね、小倉競馬場雨降ってるみたいだし、まあ土曜日回復して、あと日曜日のその天気次第。どこまでね、乾くかといった。ピッチ走行なんでね、ある程度こなせるだろうとは思うんですけど、
両馬場の方がスピードいきそうなんでね。そうですね。スリーパー何ついても同じようにあんまり渋ってほしくないと、ね、うん、はい、は思ってますけどね。はい、わかりました。まあ、ちょっとね、少年ちょっとね、もう一言言っておくとね、これ一周前、二周前はね、まあ今回も C コースでやっているんですけれどもね、今回のね、一周前はね、C コースで松山ジョッキー乗ってね、6ハロン78秒3とね、かなりこう攻めてきてますんでね、まあその点での上積みも大きいんではないかなと思っております。ということで、中西さんの3番手が9番の名村クレアですね。はい。やはり、この条件がいいですね。前走、まあ、未勝でフェニックスを使ったんですけど、はい、若さがね、外に持たれたりとか、前半もちょっとピューと行ったりね、するシーンも、まああるんですけど、終わってみればね、きっちり、差し切って勝ったと、うん、この馬も道悪適正じゃなくて実力で勝ったと思うんですね。道悪で勝てたという実績が一つポイントではあるんですけど、うん、乾いた馬場でも十分やれるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、使うごとに、うん、稽古の動きもすごく良くなってますんで、そうですね、はい、まだ上積みがあるというか、まだ奥があるかなというふうには思ってます、うん、はい、まあ、私もねこちらも三角を打ちました。所詮戦力はちょっとね最後甘くなってますんでね、戦2が合うタイプではないかなと思いますね。ミッチャルも一応ね前走でこなしているだけにね、ちょっと馬場が渋っても問題ないということで、その点も強みではないかなと思っております。続きましてが2番のソリッドグロー関東馬ですね。そうですね、はい、ぶっちぎって買ったんですけど、うん、正直そんなに強いとは思わなかったですね、うん、レースを振り返って、うん、一つ言えるのは早めに小倉に入居して、うん、その現地競馬でレースに臨めると、はい、これは大きなアドバンテージにはなるのかなと、うん、小頭数なんでね、あんまり揉まれる心配もないだろうから、はい、先手を取れなくても全然力を出せないというような状況にならないなっていう二つのことですね、うん、まあ必然的に4番手になったんですけど、うん、まあそんなに差はないのかなとは思ってます。はい、まあ、私はねこちらを2番手といたしましたね。まあ前走本当にもうぶっちぎりで本当にね快勝でしたし、時計もね函館2歳ステークスより一応ね 0.1 秒早かったんですよね。A コースと B コースのね違いはあったんですけれどもね、時計的にもそこそこは評価できますんで、今回ねちょっと鼻はね無理かもしれませんけれどもね、まあ2番手からスムーズな競馬ができたら十分勝ち負けかなと思っています。であと長谷さんの三角口、まずね最初がインプロバイザー4番ですね、うんうん、そうで、まあ他の馬よりね1回でも多くレース経験してると、うん、まあ今回が3走目で1回でもこうね、うん、レース経験があるというのは今の2歳馬においては少しアドバンテージがあるかなと思いますね、はい、初戦でも察してきてますしね、うん、スピードだけの馬じゃないので、はい、展開もつれるようなことがあればという感じですかね、うん、まともにやり合って勝ちにいく競馬で勝てるかというとそこまでの実力はないかなとは思ってます、うん、ババねやっぱ前走ねすごい早い時計でね勝ちましたけれども、うん、少々渋っても OK も、まあそれは OK でしょうね、うん、この時計はでもあんまり当てにならないと、ね、ちょっとねこの人は極端にね、うん、早かったし、はい、メンバー的にもあんまりこう強いメンバーではなかったんですよね、うんうんうん、だから前走の未勝利勝ちはあまり評価はしてません、私はねこちらは4番手といたしました、まあ、一応ね今週派のね51秒1の自己ベストで先着とね、まあ、動きに関しては非常に良かったと思いますし、熱心に乗り込んできてますんで、まあね、2ヶ月ぶりでも十分力は出せるかなと思っております。で最後がこれ未勝利馬のねデュガーですよね。そうデビュー戦で特別レース使ってきたんで ね、まあまあ期待してるんでしょうね、はい、まだ仕上がりもねやっぱり体に余裕があったし、でレースぶりも道中、うん、周りの馬を気にしてるのかな、息っぷりもそうなったんですけどね、はい、でもそれでも最後伸びてきたっていうところが値打ちあるのかなと、はい、加えて今回の追い切りがやっぱりすごい息っぷりだったんでね。そうでしたね、はい、息っぷりを見ると乾いた馬場であれば先行争いにするんじゃないかなぐらいな感じに見て取れたので、はい、でそうなってくるとガラッと変わってきてもおかしくないなとは思ってます、はい、まあ、私はこちらね黒三角とね、まあ、結構大きい評価したんですけれどもね、やっぱり追い切りね今週本当迫力ありましたよね、まあ、朝一番ではあったんですけれどもね、本当もう楽な手応えで49秒8とね、まあ、こう2歳馬ではねなかなか出せないねタイムを出してきましたし、やっぱりね1回使った上積みもね大きいと思いますんで、ここでも十分ね一発がある馬ではないかなと思っております。印を打ったのはこれ2人ともねこの同じ6頭ということになりました。ということで買い目につきましては CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。では買い目を発表したいと思います。中西さんからお願いします。はい、スリーパーだからの生まれで、うん、相手を3頭に絞りました、はい、相手1頭目が
3番湘南マッハ、うん、2頭目が9番ナムラクレア、はい、3頭目に2番のソリッドグロー、馬連3779のこの2点を4000円買いまして、うん、ソリッドグローに関しては抑え的な意味合いで2000円だけにして、はい、まあ、合計1万円でこれなら当たっても十分儲かるかなと、そうですね、はい、うん、と思います。はい、私の方はね、ちょっと先週も赤字がさらに増えてしまいましてね、マイナス22万1000円とちょっと口に出すのも辛い金額になってきたんですが、まあちょっとでもね、巻き返していきたいと思います。挽回しないといけないんでね、ほんと3連弾とかも考えたんですけれどもね、やっぱ2歳戦なんでね、3着ちょっとね、人気すぎて抜けたとかいうケースもよくありますんで、もうちょっとね、シンプルに単勝にしてみました。本命の湘南マッハですね。単勝、1点勝負で1万円いきたいと思います。これ一番人気何なんでしょうね。湘南マッハでしょ。湘南になりますか。なると思いますね。まあ、3倍近い一番人気、2.9 とか、うん、それぐらいじゃないかなと想像してます。2番人気はスリーパーだで、多分これも3倍台かなと。うんうんうん、やっぱり松山ジョッキー乗ったらね、先ほど言ったように。そうですね、うん。松山騎手は、まあ、川田騎手はいないだけに、なおさら、ね、はい、うん、一番人気だと思いますね。はい。まあ、本当に手堅く当てて、なんとかちょっとね、赤字を挽回できればと思っております。うん、ということでね、まあ、今週で夏競馬も終了ということで、皆さんもこういい形で、ね、締めくくって、来週からの秋競馬に臨んでいただきたいと思います。今日もご覧いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。